塚田隆之は、茨城県小賀市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。小学校2年生から野球を始め、白王大学足利高等学校、白王大学では投手を務めた。高校1年生の頃に、ヘルニアと成長痛を併発し、1年時は全く練習できないままだったという。2015年度ドラフト会議でオリックスバファローズから、 育成ドラフト1位で指名され、11月下旬に支度金300万円、年俸250万円で仮契約。背番号は120に決まった。2016年シーズン序盤、ウエスタンリーグで11試合に9円当板して、防御率1.35の高成績を残し、4月15日に支配下登録を勝ち取った。これに伴い、背番号が91に変更となった。 最終的には、ウエスタンリーグ新記録となる61試合に、投板したが、一軍昇格は果たせなかった。2017年も一軍昇格は果たせず、ファームで9試合に投板したのみで10月2日に、戦力外通告が発表された。12球団合同トライアウトを受験したが、打者4人に対してに被安打1よし9という、内容だった。2017年12月6日、 PC リーグ、福井ミラクルエレファンツに入団することが発表された。NPB 球団に戻ることを目標にした、入団であり、2018年シーズン終了後22、球団合同トライアウトを2年連続で受験したが、打者3人に対してに良し9で、大暴投を投げてしまうなど請求が定まらなかった。NPB 球団からのオファーはなく、福井に残留。この様子は、 TBS テレビのドキュメンタリー番組、プロ野球戦力外通告、首を宣告された男たちで取り上げられた。リーグ内でも2年連続で今一つな成績に終わり、2019年シーズンで福井を退団し、現役を引退。野球選手は22歳から25歳までが一番伸びる時期だという考えだったが、それまでに NPB に戻ることができなかったことで現役に区切りをつけた。 現役引退後は、東京都銀座に所在する IT 企業、デジタルデータソリューション株式会社に入社し、フロント業務を担当。PC リーグ主催のセカンドキャリアセミナーで資料を見て、自身が全く知らない業界だったことから、帰って興味を持ったという。同社への職場見学のために、福井から東京まで車で行き、同時に会社説明と適正検査も受けたところ、 福井から何度も来ていただくのは申し訳ないとそのまま社長と面接になりそのまま採用となった長身の左サイドハンド力のある直球とキレのあるスライダーが武器で高校時代からオリックスのスカウトが注目していたという請球力が課題左投げだが右利きであるプロ野球ドラフト会議で在学生が育成指名されました 白欧大学公式ホームページ塚田1二 k 一失点関東栃木大会日刊スポーツ白欧大塚田貪欲な気持ちでオリックスドラフト指名挨拶ゲア新聞長官 AB 塚田1二 k 一失点関東栃木大会日刊スポーツ https www.neconsports.com ベースボールハイスクールニュース PBBTP3 から2011万713から80万 4255HTML2020 年8月31日、閲覧。2015年度ドラフト会議契約交渉権、獲得選手。オリックスバファローズオフィシャルサイト。2016年3月12日閲覧。折、育成ドラフト1位、塚田と仮契約年俸250万円サンスポ。 オリックセイドライチサワン塚田主敗下登録へ、早期の一軍昇格も、スポーニチアネックス、戦力外通告のお知らせ。オリックスバファローズオフィシャルサイト。2017年10月2日閲覧。速報、トライアウト2017。ベースボールキング。2020年8月31日、閲覧。 元オリックス塚田孝之投手を獲得福井、ミラクルエレファンツ。福井新聞。http://www.fukushimbun.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュスラッシュ2686962018年1月11日閲覧。元オリックス塚田、戦力外で。 結婚延期生総員の婚約者、こんなに残酷とは。デイリースポーツオンライン、https コロンスラッシュスラッシュ w w w d e l i c o j p スラッシュベースボールスラッシュ2018スラッシュ12スラッシュ31スラッシュ0011946268 shtml2020 年8月31日月ラ選手対談のお知らせ。 ベースボールチャレンジリーグハット AV 塚田高幸ネクストチャレンジ元選手たちの新たなる挑戦。ボリューム3ルートイン BC リーグ。https www.bc-l.jp n e w s .php 昨日イコール272 2020年8月30日。閲覧。白王大、塚田、貪欲な気持ちで、オリックス。 ドラフト指名挨拶ゲや新聞長官、大学生、プロ志望届提出者、一覧、10.22ドラフト。ありがとうございます。